こんにちは、速稼塾の久保です。確か2020年から 5G っていうね通信形態が始まって、いろんなね便利さが拡充するっていうふうに言われてました。でもどうですかね、 5G って皆さん実感されてます？プラス 5G が実用化されると人体に多大なる影響があって大変なことになるから絶対に許可してはいけないみたいなこともありましたよね。何か私たちの体に変化ありましたかね。そう考えていくと 5G の懸念に限らず 4G の時も 3G の時もいろんなことを言う人がいたんですよ。でそう考えていくと冷静にならなくちゃいけないなと思って、じゃあ 5G をねきちんと受け取るべき、その機能のスマホが出たとしますよね。でも 5G の電波を送信するそういった電波網って整ってるんですかね、今ね。今 LTE が限度で、それこそ光ファイバーをやり直したりしないと 5G ってのが供給側からとてもじゃないけども、提供できないんじゃないかなと思うんですよ。この辺は何か考察が出たことがないんじゃないかなと思いますんで、供給側が 5G を送るべきそういった送電線も持ってるのかなってことをちょっとご存知の方がいたらね教えていただきたいかなと思いますね。それから先日和歌山の方でも大きな地震がありましたけども、なんかそのね地震が起きた後に人工地震兵器っていう話を出す人はいるんですけども、じゃあ人工地震兵器が何月何日あたりに配備されてるからここで地震が起きるよっていう風なね、そんな予告を出される方ってなかなかいないんですよね。だって人工地震兵器って何がしかの装置の電源を入れたり、そこに電気を集中させたりエンジニアが集まったりするわけじゃないですか。となると自然に起きる地震よりもその予測ってのは顕著にできると思うんですよね。なんでこういう話題が出ないのかなと思っちゃうんですよ。で結果は人工地震兵器はないというふうに考えなくちゃいけないのかなと思いますし、人工地震兵器が仮にあるとしてもものすごく小規模な地震を起こす程度であって、それこそね人類の観測史上ナンバー3ナンバー4ぐらいの大きな地震を起こすようなそんなエネルギーはないんじゃないかなと思いますし、仮にそういうエネルギー源があるとしたらですね、その人工地震兵器を扱ってる人がそこが危険なんじゃないかなと思っちゃうんですけども、いかがですかね。いろんなことを考えていくのは私も大好きです、で宇宙人がね地球に来ても住んでるってことはね私は本当に信じてるんですけども、証明しろって言われたらできませんっていうか私の願望でしかないんですけどね。はい、では以上でございます。